日本ハム札幌ドームで1年ぶり試合、来年オープン戦開催。日本ハムが来年のオープン戦で1年ぶりに札幌ドームを使用することが7日、分かった。3月に3日の2試合を予定。今年3月14日にエスコンフィールド北海道が開業して以降は初めての使用となる。3月上旬の北海道は例年寒さが続くだけに、エスコンの天然芝もまだ出ている状態、芝の生育問題もあるので球場内を暖かくすることが難しいと球団関係者。一方、人工芝球場の札幌 D は温度管理がしやすく、選手や観客は寒さを気にする必要がない。時期的にもドームを使えるのはありがたい。チームも北海道で調整を続けることができ、その期間にエスコンは開幕に向けてベストコンディションを目指す。今季開幕前の3月4、5日楽天戦以来の凱旋。現時点で公式戦での使用予定はないが、22年までの本拠地で1年ぶりに選手たちが勇姿を見せる。よかったな札幌ドームさん、これも日ハムの恩情あってこそやで。ほんとだよな、オープン戦なんて別に北海道でやらんでもいいのにわざわざ使ってやるんだもんな。マジで日ハムさんの優しさは五臓六腑に染み渡るで。日本ハムは情けをかける余裕があるんだな。そこまで言うなら使わせてやってもいい。本当にそう思ってそう。今日はこれくらいにしといたる的な。意外と客入るんじゃない。若いか、公式戦15試合くらい回してくれたらよいで。やる意味あんのかな、フィールドが違いすぎるだろ。人工芝って前のままだろ、硬くて選手の足腰の負担になるって問題になってたのに。いいのか、こんな寒い時期に故障者が出ても知らんぞ。札幌ドームは屈辱だばかでは欲しい。ファイターズ側がすり寄ってきたみたいだね。やっぱり札幌市内で試合見たいよ。春先の大事な時にペラペラ人工芝での試合、罰ゲームだな。壊さねえなら冬場の守備連くらい少年少女たちの球団に貸したれよ。硬いとか言うけど、日本なんてほぼ砂利混じりの土グランドばかりだろ。選手のこと考えたらあんな膝に悪いところでやるのは止めるべき。多分値段下げたな。オープン戦なら成績関係ないから良いんじゃないか。オープン戦に試合だけとはわら。殺度泣きついたのか、不人気コンサは小野伸二の引退試合でもチケット余ってたからな。どんだけ人気ないのよ。対戦相手はどこだろう。パリーグと DeNA、 中日、巨人だったらエスコンと比較できるけど、ヤクルト阪神広島なら罰ゲームだな。オープン戦なんて北海道でやる必要ないんだから温情だね。評判最悪のコンクリート人工芝で試合させられる選手は気の毒なことだ。日ハムは鎌ヶ谷でやればいいだけだから、札幌でやるのは情け以外の何物でもない。春先だからエスコンが使えなかったら東京ドーム使えばよいだけだし。グッズの売り上げどうなるのかな。またドームに3割くらい取られるの。札幌ドームに巻き上げられてた金があれば4年10億の選手も獲得できるんだよな。年俸の上がり方がえぐいし、めっちゃ儲かってるんだろうなハム。わざわざ使用料払ってまで札幌ドームで試合やってくれるなんて、日ハムは神様かよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。